ダウンロードフェスティバルは、イギリスのイングランド、レスターシャーにて行われている野外ロックフェスティバル、および同盟を冠した、世界各地で開催されている、フェスティバルブランド。本家イギリスのダウンロードフェスティバルは、毎年の晩春時期に開催され、ライブネーションが主催する。世界的に著名なサーキット場である、ドニントンパークを会場としており、同地では、過去にオズフェストや、 モンスターズ・オブ・ロックが行われたことがあり、ダウンロードフェスはその流れを踏襲して、ハードロック、ヘビメタルから、ミクスチャーロック、グランジや、ポップパンクまで広く、ラウドロック全般に特化したフェスとして開催される。当初2日間開催であったが、2005年から3日間開催に移行している。ダウンロードフェスティバルは、パリ、シドニー、マドリードなど世界各地に進出しており、 日本でも2019年3月21日に初開催されたダウンロードドッグアット幕張ミサ、千葉、ジャパンマール2019ダウンロードドッグとはダウンロードフェスティバルのマスコットキャラクターボストンテリアを彷彿とさせる姿をしている当初はショッキングピンクの色合いであったが2013年に赤を基調にリニューアル2019年の日本公演の際には 姿が似ている開催地千葉県の公認キャラクターである千葉くんとの交流が話題になった。また、2020年の日本公演ではロックバンドを作る企画があったが COVID-19 の感染拡大により2020年の日本公演は中止となった。一番上に表記されているバンド名がヘッドライナーである以下他のステージの出演者も含む 二日目は、オズフェストとコラボレーション。この年のセカンドステージは、2004年12月8日に、銃殺された、ダイムバッグ・ダレルの功績を称えるため、ダイムバッグ・ダレルステージと名付けられた。この年のメインステージは、前年に制御した、モンスターズ・オブ・ロックの主催者の一人である、モーリス・ジョーンズを称えるため、モーリス・ジョーンズステージと呼称。さらに、開催直前の5月に、 ガンで制御したロニー・ジェームス・ディオを称えるため、セカンドステージをザ・ロニー・ジェームス・ディオステージと呼称この年のメインステージは開催直前の4月5日に、制御したジム・マーシャルの功績を称えてザ・ジム・マーシャルメインステージと呼称この年のメインステージは、直前の5月14日に19歳で制御した末期ガンのアクティビスト。 スティーブン・サットンを称えるため、ザ・スティーブン・サットンメインステージと呼称。ダウンロードフェスティバルに参加することは、彼のやりたいことの一つであり、生前の2013年に参加している。2016年度はイギリスに加え、フランス・パリ16区のブローニュの森にある、ロンシャン競馬場でも同時開催される。イギリス公演に出演する一部バンドが出演。 イギリス公演この年のメインステージは2015年12月28日に、制居した、レミー・キル・ミスターを称えるため、ザ・レミー・ステージと呼称。フランス公演2017年度もパリ近郊のブレッシュル・オルジュで、フランス公演を同時開催。さらにイギリス・フランス公演の2週間後に、マドリードで、スペイン公演を開催。 イギリス公演フランス公演スペイン公演2018年度もイギリス公演に加えその1週間後にパリ近郊のブレシュル・オルジュでフランス公演6月下旬にスペイン公演を開催さらにそれらに先立つ形で3月下旬に初となるオーストラリア公演が開催されたイギリス公演フランス公演スペイン公演オーストラリア公演イギリス公演に加え3月上旬に オーストラリア公演、6月にスペイン公演を開催。さらに3月下旬に初となる日本公演を開催。イギリス公演オーストラリア公演、オジー・オズボーンが当初ヘッドライナーだったが、病気のためキャンセル。日本公演、オジー・オズボーンが当初ヘッドライナーだったが、病気のためキャンセル。スペイン公演イギリス公演に加え、3月下旬に、 オーストラリア公演と日本公演を開催であったが COVID-19 の感染拡大に伴い全てキャンセルとなった。オーストラリア公演日本公演 COVID-19 の感染拡大に伴い本公演は延期になったがイギリス政府の実証実験の一環として従来の10分の1となる1万人にキャパを抑えて開催された。 参加者はイベントへの参加前後に検査が必須となっているが、モッシュやシンガロングなどが許可されており、観客はマスクなしでコロナ前に近い環境でフェスティバルを楽しむことができたとのこと。イギリス3年ぶりのフルスペックでの開催予定。イギリス公演に加え、さらに6月下旬に初となるドイツ公演を開催。イギリス公演ドイツ公演。 ありがとうございます。